原田ぶぶりに変更。トントントンのやり方。見て、この粒の大きさ。これがイカだったらな。めちゃめちゃフグがいるじゃん。はい、今日のお昼ご飯はまるちゃん製麺味噌味です。これ少し前に半額で買ってたんで、今日はこれでラーメンを作っていこうと思います。今日は外気温が18度あったかな。暖かい日です。鬼おこぜが釣れたそうです。毒ありだけど食べたら美味しいらしいからな。リリース。臭いよ。え、全然見えないけど何？リリースだそうです。美味しそう。大丈夫？熱いってだから。大丈夫だって。そう。うん。熱くな。うん。はい。それではお先にいただきます。どうぞ。マカロニサラダも持ってきた。あ、マジ？やった。最高じゃん。え、全部食べていいの？いや、ちょっと残してよ。私今からだからご飯。こうですね。なんか荒株とか今の時期大きいんだけどね、もう産卵前だからさ、うん、え、何が一番釣れてほしい？イカ。イカ？でもずっとイカ狙った方がいい。え、もちろんイカだよ。ずっと言ってんじゃん、イカって。できればイカだよね。だから本当はカヤックを出すのが一番早いんだけどね、うん。火薬を出す時間がちょっとまだ取れないから、背渡しで釣りをしてる人たちかな。二人ずれが見えますね。はい、私のラーメンも出来上がり。本気出したら絶対釣れるみたいなのか。なんかあの電化の宝刀抜きますよみたいな。そういうノリ。やりました。じゃあ私は餌釣りをして、カズさんはエディングをします。多分釣りもしなせば私ハマると思うんだけどな。でしょ、うん、ハマる気がする。ベラはい、1投目
ベラが釣れました。いいサイズで。ベラじゃなかったらよかったんだけどね。これは持ち帰りません。はい、オニオコゼ。あー、そっか、さっき逃がしたのもオニオコゼだったな。多分あいつだったと思う。あ、見て。おー、切れたの？切れてる。はい、ただいま帰りました。今日は一応ね、ちっちゃいサイズ釣れたんですけど、はい、ナビ1回釣れたよね。うん、釣れたね、だったんですけど、うん、まあもう小さかったっていうことで全てリリースして帰ってきました。はい、ということで今日の釣果はなしということだったので、はい、どうしてもね、あの魚が食べたくって、うん、今日はもうね、買ってきました。はい、それから本当買って、うん、ただ家で料理した方が安くつく説もあるんですけど、うん、そこは、まあちょっと言わずにね、うん、プライスレスって言うんですね。はい、はい、今日の夜ご飯はサーモンとマダイ。この大きさで565円は安くないですか？お、めっちゃ安い。安いよね。半額になってんね、正月の味。小味です。小味は3倍酢にします。で、今日は割と安かったマダイとサーモンを使って握りを作りたいと思います。はい、お願いします。マダイでも本当にさ、万能だよね。うん、何でも屋さんだよね。テロだ。うん、これは美味しいと思う。今度は釣って食べたいね、本当に。うん、任せて。そこは任せて。任せた。いただきます。いただきます。じゃあ、乾杯。乾杯。どう？あ、多分今一滴落ちた。洋服に落ちてやろう。まっ、逆に変わってほしいわ。うん、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 炙り美味しい。うん、楽園の塩いいね。美味しいね。うん、Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us. They
couldn't change us. They couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall.